ベンハムはアメリカ海軍の駆逐艦。ベンハム旧駆逐艦の一番艦。艦名はアンドリュー・ EK ・ベンハム海軍少将にちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。ベンハムは1936年9月1日にニュージャージー州カーニーのフェデラルシップビルディング社で寄港する。1938年4月16日に AI ドールによって命名浸水し。 1939年2月2日に艦長 T.F. ダーデン少佐の指揮下収益した。ベンハムは大西洋艦隊に配属され、1939年の大半をニューファンドランド島沖の偵察に費やした後、メキシコ湾に移動した。その後太平洋への転属を命じられ、1940年4月14日に真珠湾に到着する。 カリフォルニア沖とハワイ水域で交互に活動した後、ミッドウェイ島へ海兵隊の航空機を運搬するエンタープライズの護衛に当たる。太平洋戦争の開戦後は、エンタープライズとサラトガを中心とした任務部隊に加わり、1942年4月8日から25日までは、ドーリットル隊による東京空襲の護衛として、第16任務部隊で任務に従事した。 その後、同部隊に所属し、ミッドウェイ海戦に参加し、航空母艦ヨークタウンの生存者720名と、駆逐艦、ハムマンの生存者188名を救助した。8月7日から9日にかけて行われた、ガダルカナル島及び、ツラギ島への上陸、8月23日から25日にかけて行われた第二次ソロモン海戦にも参加した。 ベンハムは1942年10月15日に第64任務部隊に加わり、ガダルカナル島への援護部隊として出撃した。11月14日、15日にガダルカナル島の戦いに参加する。11月15日の0時38分、完全方に魚雷が直撃、ベンハムは監首部分を失い戦線を離脱する。かろうじて浮上したまま、 15日は1日中低速でガダルカナル島へ向かう。しかしながら16時37分にこれ以上の高校は不可能だとして艦の放棄が決定された。グウィンがベンハムの生存者を救助し、ベンハムの船体は19時38分に砲撃により処分された。ベンハムは第二次世界大戦の戦考で5個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。